して悲しき勝負。行こう、女湯。
俳優3つお願い。そいそい、
未成年者になんて歌を歌うんだ、自分で最高って言ってる、高校生、ごめんなさいね、ごめんなさい、俺はそんなことちっとも思ってないから、俺の教えを、あら大変だ先生が、そんなお前さんそんな、明日が学校来てダメですよ、そういうことばっかりやっちゃう、明日休むなよ、明日休むかもしれないぞ、いやいやいや、ね、じゃあわかりました、何行きましょう、5万と、ああ5万といるの、わかりました、静かな歌行きましょう、先ほどなんか RC サクセションみたいな歌って言いましたけども、 RC サクセションもいいんだけれども、テレサテンになったつもりで、いやこれちょっと深いわけがありますですね、あの僕が世話になっている群馬の、ね、社長がおりますんですけども、その群馬の社長が可愛がってた書道家の女の子がいまして、私の歌、私の歌、その女の子ちょっと歌作ってやってくれと、全然人の話聞いてないじゃないか、失礼極まりない話ですよ、じゃあトークはカットいたしまして、いきましょうか、テレサテンになった体で歌を作りました、はい、真面目な歌でございますよ、いきますか、じゃあ5万といるの、最高。
歌った甲斐がありますんです。あ、銭湯、銭湯、銭湯の歌もいいんだけども、なんでテレサテンを振ったの最初に。え、テレサテンっぽい歌にしたんだけど、パクリじゃないよね。パクリじゃないの、ね、それはあのね、あなたがチェルだから、ね、オリジナルにある。パクリじゃないでしょ、そんなもん。オマージュではないですか。出るとこ出たって勝負やりますよ、なんだって。じゃあ分かりました。じゃあいい感じに温まってきたですから、なんか安全地帯みたいな感じになるんですね。安全地帯みたいな感じになると、一応テレサテンって言ってるんですけど、じゃあ行きましょう。いろんな方は私ね、お相撲さんはもとよりいろんな方に勝手に歌を作ったシンガーソング、ごえいどもね、ごえいどの歌も歌いたいけど、後で歌うやもしれません。やもしれない。だけれどもせっかくですから、皆さんね、その昔私は泣いています、ギリ私は泣いて、またパクリかよ。パクリじゃないオマージュなの。オマージュ、お前あのね、これ本当ね、チャッキーさん一番盛り上げてくれてんだけども、そのリリーさんが実はあの去年の11月の11日にね、肺がんで64歳でお亡くなりになられて、大好きでした、ね、大本当ね、だから映画の役とかね、テレビの役見るとちょっとあのハスに構えたね、言っちゃ悪いけど感じ悪い人なのかなと思わせて、めちゃくちゃいい人。俺も一緒にライブやったことある、ライブやったことあるでしょ、すんごいいい人なんですよ。そのいいリリーさんに、まあ、ある人をこう介して合わせてもらって、パクってませんっつってるでしょ。それ言いたいだけでしょ、そんなもん。いやいや、それは置いといて、でご本人の前で歌いました、前座で。そしたらね、随分喜んでくれました。ほんまに。その歌を作って歌った半年後にお亡くなりになられた、まあ、これが、あ、イエーイ、兄様でございますよ。じゃあ前振りが長くなりました。じゃあ行きますか。リリーに捧げる歌。Let's go.
の曲何がテレサテンの曲テレサテンはさっきの歌ごめんこれはリーの歌いやいやそういう感じでねこうなんですかコール&レスポンスですよ、ね、こうライブの醍醐味イエーイいや最高やばい最高ね子供ショービジネスの世界子供とねやっぱね動物には勝てないですね、ということで、まあ、子供と動物接しちゃいけませんですけどもちょっと静かな歌を先ほどねリリーさんがお亡くなりになられた歌を歌いますですけどもホープ師匠ユートピアホープ師匠もねガンを4回やりましたで俺が死んだら歌がヒットするとなんて言いながらですねなかなか歌があのヒットしないのはどうもあの方がまだ長生きしてるからだっていうそういうお話もあるんですけどもその、ユートピアホープ師匠ですね最愛の妹さんがおられましたもうね頑張って頑張って、まあ、人生をこう頑張って生きてたんですけども50歳の若さでですね、全身にガンが転移しまして妹さんがお亡くなりになられたそうですねその時にお兄ちゃんは好きなことばっかりして私はいろんな仕事だの育児だのあくれちゃうの焚きつけないでくださいよ子供だって おっかなびっくりですよなんか感じでございますねごめんねなんかじゃあすぐ終わっちゃいますからね、そんな、ユートピアホープ師匠がですねその妹さんに、送った歌というかね話を聞かされてあこれは素敵な話だなちょっと供養にでもなればいいなと思いましてですね、作らせていただいた歌がですねこんな兄貴に誰がしたという歌でございますね、はい、どっかで聞いたようなトラさんじゃねえのか違いますよテレサテンの曲テレサテンじゃありません何回も言わされてくださいよいいですか翔ちゃんです行きましょう心を入れ替えろ出直して
はかじかむじゃないですか。誰のパクリ、こと誰のパクリ。山田洋次作詞違いますよ。ええ、なんとか直澄、何でしたっけ作曲家。山本直澄。ギリギリセーフですよね。松竹はいろいろ判決にうるさいらしいですからね。ねえ、いいぞ何が文句あるんだ。なんだバカ野郎っつって、どんどんやれ、どんどんやれ。お前は荒井中かって。鎧中。じゃあこれはですね、鎧中じゃないです。あのホープ師匠といろいろ旅回りなんかさせていただいてですね、ホープ師匠あの三夜ブルースが好きなんですね。三夜ブルースは歌います。